映像が始まったら360度見渡してください。カーソルや矢印が表示されたら追いかけてください。緊急地震速報。大地震です。大きな揺れに警戒してください。大津波警報、大津波警報。海岸付近にいる方はすぐに高台に避難してください。急げ、津波が来たぞ。津波はどのように起こるのでしょうか。海の下で大きな地震が起こると、海底が激しく動き、海の水を持ち上げて津波になります。陸に上がった津波は、オリンピックの100メートル走の選手と同じくらいの速さ。とても逃げ切れません。もしも車を使うと、渋滞して逃げ遅れてしまいます。津波は第1波だけでなく第2波、第3波と何度も押し寄せ、より高い波になることがあります。避難の基本はより高い場所により早く逃げること。普段から津波ハザードマップや街中の看板で避難場所を確認したり、家族で話し合ったりしておきましょう。もしも津波警報が出たら、直ちに避難行動を開始しましょう。スマートフォンなどに送られてくる警報に注意し、一刻も早く海から離れて、高台にある津波避難場所まで速やかに移動しましょう。近くに高台がない場合には、津波避難ビルの上層階に避難してください。大津波が海岸に到達しました。津波は全てを奪う恐ろしい災害です。迷ったり戸惑ったりすることなく、安全な場所へ一刻も早く逃げること。それが命を守るただ一つの方法なのです。